お、コスモース。ジュリちょ、大丈夫？いやいやいや、見たよ。あの承認欲求の塊みたいな女にさ、Twitter でさらされてたじゃん。いやいや、俺言ってるっしょ。昔から有名になるにあたってそういうの気をつけろよってそういう。いや、勘弁してよ。いや、どう？ストーンズの周りのメンバー。やっぱ心配してる？いや、そうだよ。いやー、どうしようかね。てかまあ、話変わるんだけどさ、俺、女とか全く興味ないじゃん、昔から。だけどやっぱりさ、その子にちょっと説教しなきゃいけないからさ、ね。ちょっと連絡先教えてもらってもいい？ん？ダメ？いやいや、いいじゃん。そういう、下心とかないからさ、ちょっといいじゃん、連絡先ぐらい。二人でさ、ちょっと3日、あ、違う。二人ちょっと俺が説教するからさ、いいじゃん、そんなん。勘弁してよ。ん？今あんまふざけないでって。いやいやいや、おいやめろよ、俺らの中じゃん、ジュリエ。ほんと気をつけてよ。まあまあ、俺もいるしさ。まあまあまあ、いろいろ、まあ、笑いに変えてこうよ。もうそれしかないからさ。まあ今ちょっと忙しいと思うけどさ。まあ、前向きに生きてこうぜ。なるようになるし。なんかあったら連絡しよう。ちょっとしたら LINE で、ね。その子のちょっと連絡先だけお願いします。はい、失礼します。おい。